はい、どうも、マナマンです。マイクラブ。オンラインチャレンジカップですね。今回は。これに勝つと、1試合勝つと、ナショナルチームスターズかな。のエージェントが1枚もらえますね。まあ、1試合だけなんで、まあ、勝っても負けてもまたやればいいだけなんで。まあ、とりあえずやりましょう。サッカーファンの皆さん、こんばんは。久しぶりの4-1-2-3フォーメーション。最近はコンペばっかで4-2-2-2使ってたんですけど、久々に使えるっていうこのフォーメーション。はい、こんばんは。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。マジョルカ対エースミラ、では立ち上がり見てまいります。シュート、ゴール。オッケー。前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。決まりましたよね。切るんちゃうかな。今のシュート前のワンタッチ。相手はそこまでレート高くなかったんで。ファールはない。ここまでレートは高くなかったんでと思うんですけど、マジか。ネイマール。まあ一本抜けられたらやられる。それはしょうがないとして。いや、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。おお、いい。お手本のような綺麗なカウンターでしたね。前線の今の動き出しは常に狙ってないとできないですからね。これだな。打つ。おお、い。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。攻めて弾かせたい。ここもうちょっと 低弾道で打ちたかった、ね、攻めて弾かせた後のこぼれ球を拾いたかったんですけど、エリペメロ裏を狙う。うわー、マジか。またネイマール来るよ。危ねえ。パスミスしてくれた。このパスはキーパーへ。いやー、ロッペンネイマールか。コンカがいるっていうのは怖い。このマッチアップどうなる。積極的です。ネイマールスルーパス。マティッチ、うん、ウィリアム今日は得点を上げています。もうちょっと球離れを早くしないとやばいです、ね、15分が経過。前半です。いいパス出ましたね。ここもかわします。危ない。ここはイバノビッチ、もうちょっと早くワンタッチで。いやー、この詰められる。このまま突進するのか。デミックからウィリアム下かな。じゃあちょっと流れた、ちょっと流れた。ルディアルバ、ネイマール、このボールをカットします。ラーム、レミ。いやー、ダメだな。リシャのロナウドに渡る。倒れとけ。ラーム、ウィリアム。いやー、このボールに触ります。取れる。このスペースへ走らせる。ボール繋がります。完璧。もう一回パス。完璧。よしよし。いいな。4-2-3使いやすいな。早い。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。マジで。危ねえ。スライディングが多くなってくる。これは助かるよな。今回で決まる。 OK。 大量得点で相手のやる気をね。いやー、あれ通っちゃうのか。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。パスを出すタイミングが絶妙でしたよね。よし、
1点でも与えちゃうとね、希望の光になっちゃうから、さらにリズムに乗ってくるかもしれませんね。失点を減らすっていう。いやー、通らん。前半32分を回りました。相手チームに転がるな。現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを進めています。一応リアル早いけど、サイドバックが釣り出されたなってことは、裏を狙う。いいボールですね。自分で行く。なんでスルーすんの。おっとおっと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 、相手のミス。エリカネロファールか。マジョルカ、ここでファールを取られます。あ、やっぱり、うん、使いやすいっていうのはいいですね。コンペだとさ、やっぱストレス溜まっちゃうのね。ファビオコエントロ、コストのためだけに選手入れてるから。さあ抜けてきた。危ない、危ねえ。スナイデルがちょっと苦しいように見えるんですけれども、いかがでしょう。どうしても使いこなせないから、負けとかが多くなっちゃう。なるほど、ストレスが溜まっちゃうんだけど、やっぱこのフォーメーションいいね。41分が経過、前半です。なんか使いやすい。取れる。いやウィリアムからペドロ、裏に味方を走らせる。おー、弾くか。決まったと思ったんだよ。さあラストプレーになるのか。前半ショートコーナーから、ここはショート、ゴールに向かっていく。あそこでダブルタッチやね、作戦的には。さあどんな攻めが見られるのでしょうか。ボールを受けてからのダブルタッチやね。ショートコーナー、ああちょっと抜けてくる。無理か、ちょっと諦めるか。追ってくるんで、入れてくるのでしょうか。ってなるよね。まだ危ないですよこれ。ファルファル、いい位置。ここでファールがありました。さあ、いい距離ありますよね。おお、入らねえな。ここでボールは前半終了。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。まあ相手シュート1本に抑えられてるから、調子いいですね。あの前半抜けた1本でもコンペだとあの1本が命取りだから、キリがありましたし、この点差なのもうなずけますよね。そうですね、まあ、そこが10分試合との違いかな。まだ挽回できる。マジョルカが前半終わって3対1リードしております。危ない。そうそうとこの後半始まっています。相手はスライディングしてくるんで、そこキープとかできればいいんですけどね。いやー取れんか。デリペメロ立て、カットです。ウィリアム、いやそのパスあかんやん。ここで受ける。通るのかよ。裏のスペースに大きく。いやちょっと予想外やった。絶対相手に取られたと思ったんやけど。ゴディン、スナイデル、うん、ワンツー使ってくる。いいパスですね。シュート。うわーまずいか。トラップしてもよかった。トラップしてもよかった。ダイレクトで打んでよかったな。ですからチャンスが生まれましたよね、はい、今みたいに積極的にアプローチして狙っていくっていうのは効果的ですよね。そうですね、どんどん押していけるけど。シュルレ、まだありますね。どうする。こっち上、いやパスゲームだった。クリスティアーノ・ロナウド、助かった。おいおい、激しい攻防。中空いた、危ねえ。中空いた、絶妙ですね。さあ抜けてきた、危ねえ。ウィリアム、
た。ループシュートが、ループシュートが意表を突くシュートです。マニュアルループね、良かった。面白いシュートでしたね。さあどんな攻めが見られるのでしょうか。取れ、繋いで、いや無理か。ミッシュローの左側は上がる。体の使い方非常にうまいですね。あーちょっと違う、流れを止めます。走ってくれてねえし。ここまでご覧になっていかがですか、ナナミさん。マジョルカとしては攻めるのか守るのか、うおとしてのゲームをはっきりしておいた方がいいですよね。なるほど、欲しい欲しい。いや、やっぱバンバンパス通るな、これこれで、ね、ほんまコンペ出たい。まあ、このチーム現在2点リードの余裕があります。さあシュートに行けるか、出ましたね。来た、オッケー、いいね。パスがほんまやりやすい、関係性がちょうどいい。マジョルカ、これで3ゴール差になります。三角形の三角形、持っていくための今のパーツタッチ、うまいことなんか。そうですね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。いやーキーパー出る、今日2点目のゴールです。さあマジョルカ、横に横にパス、遅らせるだけありがたいけどね。こっちの守備体系は整いますから。このボールをカットします。ゲッツェ、シュルレ、ちょっと違う、縦預けでよかったな。ボールを縦の選手にノーハルか。ロッペン、ウィリアム、ラーム、ネミ、こっちでした。このスペースに置きに行く、大須が入った。すごいですね、このランナーのセーブ。やばい、サイドバック、ファインセーブですよね。サイドバックおらんよ、素晴らしいですよね。サイドバックおらんよ、ここはカットします。やばいやばい、よくよくついた。後半31分です。ここは読んでいました、シュルレ。渡ってこうへん。スルーパス、レミ、うわ弾けた。ここはキーパーが防ぎます。いいブロックでしたね、早めにコースを消してましたからね。選手交代、下げてくるね。こっちも変えようかな。どうしようか、ボランチ変えるか。やっぱサイドバック変えようかな。ラームも契約高いから多分この試合はいけると思うんで。いやゲッツも変えた方がいいか、まあいいかこの。さあどこに入れてくるのでしょうか。打て、いやー打てね。縦にボールを送ります。自分で行くのか、レバンドフスキ。いやこれはよく止めました。マジョルカとしてはあそこ抜かれたら決定的な場面になってしまいますからね、はい、今のディフェンスは大きいですよね。あっかん、ロナウドも出してる。怖い怖い。ミラ、なかなか敵陣に入れません。後半あと5分というところです。サルビンギリスに渡る、スペース出ましたね。抜けてくる、切り返してダイビング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 。マジョルカさらに突き放します。弾いたボールを
正確に押し込みました。セカンドボールを予測してのポジショニングだったんでしょうかね。いい位置に詰めてましたよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。こっちかな。さあ、マドルカ、ゲームの主導権を完全に地中に収めています。諦めちゃってる。ゴール。諦めちゃってる。マドルカ全く手を緩めません。いや、今のシンプルにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあ、ファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。さあ、マドルカ、圧倒的に危ねえ。ワンチャンで入れられたとどこやった。前線へのボール。さあ、上が鳴りました。6対1、まあ、これでナショナルチームスターズゲットやね。オンラインチャレンジカップ制覇。では引きます。13.6% 黒。お願いします。まあこの辺からや。回ってきて止まって黒やから。来たー、来たぜ。誰、バルザッリー、イタリアか。センターバック、使えそうなセンターバックなんですけどね。あ、ちなみにこのロナウドはレンタルロナウドなんで、コンペ用に借りました。あと7試合残ってるけどね。うーん、レンタルなんで大丈夫、安心してください。まだロナウドは引いていません。おお、いいんじゃね、使えるんじゃね。いいね、いいセンターバック手に入れたね。まあ相性はダメだけど、育てれば使えるかな。育てるって相性上げればね。運動量もあるし使えるんちゃうかな。はい、では今回はオンラインチャレンジカップをやりました。ご視聴ありがとうございました。